今回は、コンサル生のですね、木村さんにお越しいただきまして、コンサルのですね、感想についてインタビューしていきたいと思います。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、木村さん、ね、先ほどちょっと電車に、スマホをちょっと置き忘れたということで すいませんでした。よかったですね。見つかって。焦ってました、ね。はい、カバンからスルって落っこっちゃったみたいです。はい。すいません。はい。こう携帯なくすとかなり焦りますね。いや、ビビりましたね。見つかってよかったです。はい。はい、ありがとうございます。すいません、遅くなっちゃいまし た。はい。で、まずはですね、自己紹介を簡単にお願いしたいんですけども。はい。はい。私は神奈川県に在住している、名前は木村と申します。年齢は53歳で、普段は医療機器メーカーで、物流とかですね、あと商品の品質管理なんかの仕事をしています。副業で、今、物販、ビジネスをやらせていただいて、今回、ご縁があって、としさんの、コンサルを受けさせていただいているという状況です。ありがとうございます。結構ね、木村さん、お忙しい中ね、実践されてたりとか、結構夜中とかもずっと活動されてますもんね。待って4時までやってまよす。し、あれ すごいですね。ありがとうございます。で、一応物販されてるってことなんですけど、カメラ転売ですね、今されてるってことで、そのきっかけというか、最初のきっかけのところを教えてほしいんですけども。はい。そうですね、物販は、少し去年ぐらいから始めたんですけども、最初は、eBay の無在庫のスクール入ってたんですが、やっぱりツール中心にやってるっていうことで、なかなかその物販の、スキルが身につかないっていうのをなんか認識しまして、それで今回ですね、カメラの転売、っていうのを始める、コンサルもちょっと受けさせていただいてるんですけども、将来やっぱり自分の力で稼ぐ力を身につけたいと思って、そうですね。最初の取り組んだ、商材が中古カメラの転売っていう内容でした。そうですよね。もともとは、eBay 輸出もされてて、はい。で、ツールを使った無在庫販売でしたっけ？そうですね。はい。をされてたんですけど、やっぱあれですね、ツールがないと、稼げないというか、ツールに依存しちゃってるのが、そうです嫌ね。だなっていうのがあって、カメラ転売、スキルを磨く方に行きたいなっていうことで。そうです。ってことですよね。はい。はい。ありがとうございます。で、私の、コンサルを受ける前の、状況について教えていただきたいんですけど、どんな感じでした？やはりですね、国内の仕入れといっても、やっぱりメルカ、ヤフオクが中心になってまして、やっぱりどうしてもジャンク品みたいなメンテナンスが必要な個体については、どうしても仕入れ対象にはなってなかったんですね。で、やっぱり価格がやっぱり、製造品とか、現状品を買うとなると、仕入れるとなると、価格の高いものになってしまうと。そうなると、必然的に利益率が低い商品を、数送らなきゃいけないっていう、状況に陥ってるような状況でした。そういうことですよね。ありがとうございます。で、私のコンサル受けてみてなんですけど、どんな変化が起きてきましたかね。まず、購入対象となるジャンク品の見極めですね。安価なものがターゲットになったっていうのが一番大きいですね。今まで先ほど言ったように、製造品ということで価格が高いものを仕入れなきゃいけなかったんですけども、やっぱりジャンク品安く仕入れるっていうことで資金面でだいぶ楽になりました。あと、そうですね。今までは先ほどもちらっと言いましたけども、10個売らなければいけないところ、半分の5個で同等の売り上げとか価格になる効率化が図れたので、かなり効率的になったなと思ってます。はい。そうですよね。さらに言うと、メルカリやヤフオクなどで、リペア品、実践販売方法や、ジャンク品でも人気のある商品の選定方法や、実践的な eBay の販売方法が、学習させていただくことができました。ありがとうございます。そうですよね。ジャンク品じゃなくて、備品ばっかり仕入れる形になると、どうしても高めの仕入れになってきて、利益率も低いから、数を、さばかなきゃいけなくなってくると思うんですけど、私の方で、リペアの方もお伝えしてるので、ジャンク品も、
まあ、仕入られるようになったってことで、まあ、だいぶ、そうですよね。あの、安いもの。まあ、本当に安いものはね、3000と5000のものから、まあ、1万、2万といろいろあるんですけども、まあ、そういったものでもね、利益を、まあ、3000、5000とか1万円とかの利益も、取れるようになったところが、まあ、変わったところって感じですね。はい。はいはい。まあ、むしろ、トシさんの場合は、ジャンク品買いなさいっていう指導があったんで、はい。あ、そうですね。はい。そちらがいいよっていうご指導があったんで、まあ、そちらを買う。はい。はい、そうですね。まあ、どうしてもちょっと仕入れもね、その、まあ、ジャンク品とか、訳あり品の方が、まあ、ライバルはどう、まあ、どう考えても少ないので、まあ、備品狙いよりかは全然仕入れやすいですからね。はい。うん。で、そうですね。あとは、そうですね。この辺は、うん、うん。まあ、eBay の方もね、まあ、SEO を上げるやり方とかもお伝えさせてもらったんで、まあ、それも使ってもらったりとか。そうですね。そうですね。はい。しましたね。はい。あとは、そうですね。私の、まあ、サポート、まあ、受けてみての感想を教えてもらってもいいですかね。はい。はい。まあ、リペアのコンサルっていうのはなかなか、お見受けしないカリキュラムだと思うんですけども、うん、はい、はい。やっぱりどんなものかなって最初思ってたんですけど、やはり動画の配信だけじゃなくて、まあ、実際のリアルな作業会っていうのも開催していただいて、うん、まあ、同期のメンバーとか集まって、まあ、ワイワイガヤガヤやりながらですね、うん、まあ、リペアのスキルを上げる、こともやっていただいたので、非常に有意義な時間が持ってたかなと思ってますし、うん、当然今までできなかったリペアっていうものができるようになったので、非常に、はい、有意義な時間を持てることができたかなと思ってます。うん、そうですね。まあ、まあ、普段はチャットワークでチャットとか、まあ、ウェブで、まあ、サポートとかもしてるんですけど、まあ、定期的に、まあ、今、月1回ぐらいのペースでお会いさせてもらって、そうですよね。リペアの、まあ、作業会をして、まあ、この前木村さんも来てもらって、あれですよね。どうしてもその、うん、レンズの、まあ、分解製造とかって、まあ、分解は、まあ、意外とできるんですけど、はい、その、まあ、クリーニングが、まあ、時間かかるというか、まあ、コツをつかまないと、なんかずっと、まあ、拭いてばっかで、まあ、拭くのはできるんですけど、その拭いた後にこう、拭きムラというか、そうですね。拭き跡がついて、逆になんかこう、清掃する前よりなんか、あ、清掃した後の方がなんかちょっと、汚れて見えるみたいな。そうなんですよね。感じで、ずっとこうね、吹いてるみたいな感じになってるんですけど、はい、どうすればいいですかっていうのが、まあ、木村さんから聞かれて、まあ、その場でね、やり方、まあ、コツを教えさせてもらって、はい、まあ、できるようになりましたね、そういうところ。そうですね。はい、まあ、単純な部分もあったかもしれないんですけど、うん、やっぱり、一人でやってると気づかないことも、やっぱり、先生に教えていただくっていうことで、うん、いいからもうできるようになるんで、うん、なるほどということで、なので、まあ、悩んでる時間がやっぱり極力短くて済んだっていうのもあって、うん、また次 の, リペア分からは、その、なんだろう、テクニックが活かせるっていうところでメリットがあったかなっていうところですね。そうですよね。まあ、結構、はい、まあ、答えを聞いたらかなりシンプルというか、そうですね、そうですね。まあ、当たり前のことを言うだけなんですけど、意外とそれが分からなくて、なんかもっと難しい方向を調べたがっちゃうんですね、自分一人でやっちゃうと。そうですね、もう単純に、もう、こうやってこうやってこうやるって言われないと、自分でどんどん深みにはまっていくパターンもあるんですね、なんで。変に難しく考えて、意外とできないとかですね。はい。そういうのあったんで、うん、そんな単純なことっていうような。意外とそうです。気づかないっていうのが大きいかなと思います。そうそう、はい。うん。あとはなんかそのリペアだけじゃなくて、この前はね、こうやって撮影のね、ああ、そうですね。はい。一眼レフカメラの。はい、まあ、レンズのこう、表面がね、こう結構、まあ、ピカピカにこう、コーティング光って見えるように撮るやり方も。はい、まあ、ここら辺もこう、まあ言われてみればそうなのかって感じなんですけど、多分一人じゃ。ええ。いや、全く気づかないですね。はい。うん、うん。だから、まあリペアだけじゃなくて、こういった写真の撮り方ですね。うん、こういうのとか、あとは、例えばメルカリとかヤフオクでの売り方っていうのも、トシ、うん、さんのカリキュラムの中に入れていただいたので、はい。非常に勉強になりましたね。こんなことは多分、eBay のスクールとか通ってても絶対教えてくれないのよ。そうですか。それは良かったです。はい、まあそうですね。まあ自分の場合、まあリペア
まあ、そこはまあ武器の一つであるんですけど、はい、まあ、それ以外の要素ですよね。うん、まあ、仕入れとか、まあ、撮影とか、うん、まあ、そういったところもトータルで、お伝えできますし、まあ、あとは、まあ、そうですね。やっぱりこう、お会いして対面じゃないと伝わらないことっていっぱいあるなって、やっぱ私もやってる中でよく分かってきてるので、はい、まあ、こういった機会もね、まあ、ちょっとコロナもあるんで、あまり、まあ、注意しながらなんですけど。そうですね。もうちょっとね、やって、会いたかったですね。皆さんと一緒に。そうですね。ね、はい、まあ、でもね、忘年会もね、はい、前やって、そうですね、木村さんもね、すごいいっぱいいろんな情報を出していただいて、はい、楽しかったですね。楽しかったですね。あ、そうだそうだ、あ、先にこれ言うの忘れたんですけど、はい、月収、あれですね、30万、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。トイさんのおかげです。はい、まあ、これ先に話さないなですね。いや、でもすごいですね。最後のコンサル期間、最後の月で。そうですね。やっとこう。はい。そうですね。さんにサポートいただきながらですけど。うんうん。ただまあ、このサポートいただいた中でも、今までやっぱり自分で領域飛ばせなかったところを知ることができたっていうメリットがあったので、うん、もうこれは、もっとしさんからの、クリスマスプレゼント&お年玉というところも、しながら、目標達成させていただいたんで、非常に嬉しく思ってます。そうですね。まあ、はい、リペアだけじゃなくても、いろんなことをちょっとチャレンジしてもらって、うん、まあ、商品の幅もね、いろんなよくわかんないキャノンのレンズとか、なんか70年前、80年前ぐらいのレンズとかね、扱ってもらったりとか。これ売れんのかなと思いました、ね。あれ結構重かったなと思って。重かったですね。結構サイズ感的にギリでしたね。そうですよね。はいはい。まあでも、よかったですね。一万何千円とか売れてましたね。そうですね。はい。びっくりしましたね。よかったですよ。はい。まあ、これでね、ちょっと基準値も変わってきたと思うんで。はい。そうですね。いろんなところのチャレンジの幅が広がったかなっていう実感もあるので、うん、これは次の展開から活かしていきたいなと思ってます。はい。そうですね。ありがとうございます。はい。あとは、まあ、ちなみになんですけど、木村さんも、まあ今までね、まあ別に誰とは言わなくていいんですけど、はい、まあ今までその、まあ物販系のコンサルとかも受けてきたと思うんですが、はい、まあ、そういうのと比べて私のコンサルの違いというか、はい、サポートでの違いとかってどんなところでしたか？そうですね。先ほどもまあ EB のスクール通ったりってお話したんですけども、結局その実践的なところって、なかなかやっぱり教えてくれないっていうか、はい、まあ、なんだろう。成長のプロセスがあるとは思うんですけども、トシさんの場合はもう実践的な、やり方とかテクニックをすぐ教えていただけるので、うん、ここが全然違いましたね。まあ、うん、その後はちゃんと自分のものにして、なんだろう、運営していくっていうようなやり方をちゃんとしっかりやんなきゃいけないですけど、うん、やっぱりヒントがないと、うん、よく、成長って皆さんね、真似っこって言いますけど、うん、あれするとやっぱ結構ね、伸びたりするんですけど、それが繰り返しかなと思うんですけど、その繰り返しのきっかけを与えていただいたので、まあ先ほどもね、売上のサポートしていただきましたけども、うん、トシさんから教えていただいた、その、商材とかフィールドとかっていうのを、やっぱり、もう一回繰り返して、何回か繰り返してやるっていうことが、まあ気づきとして得られたので、大変参考になったし、感謝もしております、ね。ああ、はい、ありがとうございます。はい、まあ結構そうですね、スクール形式のところ、まあ別に私も全部知ってるわけじゃないんですけど、話でよく聞くのは、まあ木村さん以外の方からもよく聞くんですけど、まあ、初歩の初歩というか、まあ評価集めして、まあリミットアップをしてみたいな。で、そこでなんかスクールの期間終わっちゃったみたいな感じのところがこう。そうですね。やる前に終わっちゃうみたいな。はい。その通りですね。と、はい。聞いてたんですけど、まあ私の場合もそうですね。最初からもう、実践的なこともお伝えしているって感じで、はい、そうですね。やってましたね。うん。ありがとうございます。で、まあそうですね。あとは、ちなみなんですけど、私のコンサルって、まあどんな人におすすめだと思いますか？はい。そうですね。まあ私のようにですね、まあ、今私はカメラ、ほとんどカメラとレンズだけの転売、うん、になってるんですけども、はい、確実にそこのフィールドを、取扱い商材とされる方は、うん、受けた方がいいと思っている、うん、カリキュラムだと思います。なぜならば、やはり先ほども私も感じて、トシさんの
コンサル受けさせていただいているんですけども、せっかくこれ、側とかがものすごい備品で、レンズさえなんとかすれば売れるっていうのがいっぱいあるんですよね。でも、それがなんともできないから、諦めるとか、仕入れないとかっていうところで、機械損失が出てると思うんですよ。なので、その機械損失を、その販売機械に転換させる意味も含めて、やっぱりそういった今カメラ、特にカメラをやられてる方は、ぜひともトシさんとコンサル受けて、そのリペアスキルを磨くことによって、売れる、その個体の幅が増えるっていうのは、これは間違いないっていう実感しているので、もうぜひそういったカメラ転売を領域とされている方は、受講された方がいいんじゃないかなっていうふうに、ご推薦させていただきたいなと思います。ありがとうございます。そうですね。もちろん、そのカメラ転売、未経験の人ももちろんいいんですけど、どっちかというと、実践している人の方が、より価値がわかるかなっていうところはあるかもしれないですね。で、ありがとうございます。そうですね。あとは、木村さんの、今年の、目標というか、あれでしたっけ、eBay。そうですね。今後はですね、やっぱり、売上拡大を目指したいので、今回、たまたまサポートがあって、月利30万超えを達成できましたけど、やっぱり、これが定常的に30万稼げるようになる、ということを考えたときに、やっぱり、爆発力がある部分でいくと、やっぱり eBay とか、そのチャンネル展開を増やしていかなきゃいけないですし、ヤフオクとかメルカリとかは、トシさんの方で、テクニック、売れるためのテクニックを教えていただいたので、今度 eBay の方ですね。ちょっと、ビジネス的にも難しい eBay の方、ちょっと挑戦して、無在庫ではなくて有在庫として、ちょっと取り組んでいきたいなっていうふうに思ってまして、そこで、やっぱり月利50万、その先には100万っていうのが待ってますんで、そこを目指して頑張っていきたいなというふうに思ってます。そうですね。もともと木村さん eBay はやってて、で、今回の、月利30万は、実はヤフオクメインだったんですよね。そうですね。はい。で、それのね、やり方で今度は eBay の方に展開すれば、いろいろ大変なところもありますけども、はい、軌道に乗れば全然いけると思うので、はい。ぜひ今年は、50万、100万と。そうですね。ぜひ、突き抜けてもらいたいなと。はい。はい。思いますので。はい。はい。ちょっとね、コンサル自体はね、今回これで終了になってしまうんですけど、またいろいろ雑談とかね、何かしらお会いできたらと思うので。はい。はい。ぜひ今後もよろしくお願いします。いえいえ、もう本当にお世話になりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、これで、一応インタビューの方はですね、おしまいとさせてもらうんですけども。はい。ということで、また、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。